はい、どうも、ガングマンです。今回ね、紹介する中古玩具はこちら。前にね、買った中古玩具なんですけど、こちら。3つで、なんと、いくらだと思います？このスクラッシュゼリーと、このクロコダイルフルボトル。実はね、100円なんですよ。3つで100円なんですよ、これ。やばくない？この3つで100円ってやばくない？これ破格だよね。めっちゃやばい。で、こちら、アストロスイッチ、クリアスロケットスイッチとクリアランチャースイッチ、クリアドリルスイッチ、クリアレーダースイッチが入って110円。破格だよね。で、これはちょっととあるね、スーパーに行ってちょっと買ってきました。ガンデフォンをね、ちょっと遊びたくて、はい、ちょっと買いましたね。まあね、今回ね、こんな感じなんですけども、どうでしょうか？めちゃくちゃ安くない？いや、これに関してもさ、やっぱいいよね。クリアランチャーなんてさ、ガシャポンのレア枠だからさ、あんまりゲットできないじゃん。で、このさ、クロコダイラなんて1個で1500円とかで売ってる場所もあるからね。そう考えたら、めちゃくちゃ安い。スクラッシュゼリーとかも、なんだ、一個だから400円とか500円で売ってるところとかもあるから、そう考えればめちゃくちゃ安いよね。あ、そうだ。とりあえず、クロコダイルのね、動作確認だけします。一応ね、電池入ってたんですよ。なんで、一応もう、音声鳴るかどうか、確認してみましょう。クロコダイル。あ、ちょっと電池切れ、これ。ちょっと電池切れみたいですね。まあこんな感じです。あ、あと一応、こいつはまたね、ちょっとリバイスドライバーね、ちょっとなかったんですよね。なかって、まあリバイスドライバー買ってから、こいつレビューしようかなって思います。で、こいつもまた後にベルトと共にレビューして、こいつもまた後々ベルトと一緒にレビューします。はい。っていう感じです。では、次の動画まで。さらばじゃ。